岡田監督の功績を否定する人を一撃で黙らせるデータがこちら。岡田1年目、才木純エース、前川交流戦抜擢、門別初登板、小畑を準レギュに、岡田2年目、前川を準レギュに、門別7番手、才木エースか、浜地副長、また外国人を極力減らし中堅もほぼ解雇し、2軍をほぼ高卒化に成功、いつぼ、山田、井上、高寺、茨城、中川、藤田、及川、西潤、森木などプロスペクト、多数集団に改革、何の文句はない、控えめに言ってすごいことやってる、これ、全然すごくないぞ、日本一がすごくないとか目標なんなのか見間違ってるやろ、メジャーで活躍する選手生み出すのが目標じゃないで、日本一はすごいことやろ、岡田にしかできん、でも中津ところ以外を変に持ち上げてるやつがおかしいだけ、お前は分かってないな。逆にこれよりすごい人って誰なの？